が何か取り出した。あれはなんだ。手にしているのは激戦庫。敵粘着の要領だ。いけるな、ちゃん。生き生きだ。おー、粘着は2本。しかしこの激戦庫は3本の棒が合わさっております。しかし激闘じゃ、この難しい武器を華麗に操っております。激しい攻めに合いだ。歴史から見れば小さな一生でも、彼らニュートライアングルにとっては大きな一生だ。だとと、いつまで喋ってんのよ。俺の求める強さにはまだ足りぬ。何ですか。激闘者雄也を挑発しています。何か思いついたのか。雄也これに答えて飛び出しました。激闘者も走ります。っていうの？パワー！足が回った！リーダー！激闘者、超高速で落ちてくる！いや、降りてきます！うちの弱点は同点だ！激闘者、行きました！ライバル観客！激激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 闘だ！やりました！激闘だ！大ガンガン剣に続く新たな激技、大ガンガン剣で雄也を下しました。激獣剣最強だ。それ以上喋るんじゃないわよ、おしゃべりバイ。え、はしゃいでいられるのもそれまでよ。なんで？次の相手は。あの5人ですか。我ら五毒剣揃いましてございます。五毒剣、お前らが俺の渇きを癒してくれるか。げっ、頭が変なことになってる。俺の真の姿を目に焼き付け、心に刻んできたまで。なんという不思議、なんという不気味。カデムの頭が無知のようになって激闘者を蹂躙しております。面白い攻撃でも、こんなものが魔毒？苦しめ、くたばっちまえ。こんなことぐらいで僕たちトライアングルが負けるはずがない。悲しき者は必ず五毒剣の一角、臨終戦スピード剣のカデも見事倒しました。激闘者、すごいぞ僕らの激闘者。あれ、いつもならここで負け惜しみが出るんですが。カデムは魔毒使いではなかった。後の4人を探る必要があるわね。え、だぞ。うじゃうじゃ消えた。うじゃうじゃ消えてる。さっぱりいい感じ。それは
ジャンがやるべきことをやったからよ。そうか、よし、もう俺ウジャウジャ怖くない。いやこれぞ俺の秘伝忍技、即成腕、まさに奥の手。早くも新しい腕が生えてきた。恐るべき耐性能力です。まさに対応不能ですね、メレさん。おっと、モリア後ろに回った。敵同士気づいていない。見えねえ。そこだ。あるはありませんね。気づいておりました。メンズゼロ、むしろマイナス。攻撃の気配が丸分かりだよ。しかも不意打ちは2番戦時、感動がないね。なんだとは。行くぞ、レッツラン、感動だ。激闘だ、激闘だ、大胆関係。激激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 。正しきものは必ず勝つ。円柱月光剣使いのモリアもまた粉砕いたしました。激闘だ、ウィン。激闘だ、絶好調だ。ダウン。こいつの秘伝臨機も魔毒には程遠かったわね。あんな無様な負け方をするやつ、臨柱剣には必要ないわ。よし。うん、じゃあお待たせ。やったー。やった。わーい。完了したか。だが所詮小細工だ。大有効。そんなものでこの俺の秘伝の技は打ち砕け。打ち砕け。激闘だ、激闘。俺の秘伝の技だ。なんて威力、激技激激本。私の可愛いサソリたちよ、人気希少主弁客。ああ、はい、敵技大前入客。マガとソリサがやられました。こうなれば残る五毒剣はただ一人。やはり魔毒使いは。リオ様、リオ様、リオ様。臨中ライオン剣、臨機外装、高きこと獅子のごとく、強きことまた獅子のごとく、世界を制する者、我が名は黒獅子リオ。カデム、やれ。分かった。リーキ、烈臭剣。首謀者はお前か、フラコ。これがどういうことか分かっているんだろうな。仕切り直しだ。いかがですか。昔のように生きられるんだ。
それはいいわね。だろう。でも、あんた、私のことを知らなさすぎるわ。私にとって生きるってことはね、リオ様のそばにいるってことなのよ。お前は本当にそれでいいのか。じゃあ今度は集中しろ。こいつはキナキナじゃねえ、ゾワゾワだ。任せろ。なんか今までないゾワゾワを遠くの方で感じる。リンギ、どういうコーナ
止めた。キュイーやったわね、レッツ。レッツならきっとやってくれると思ってたわ。マスターリーのおかげで、マスターリーの修行が体に染みついて勝手に体が動いていく感じだったんだ。とはいえ最初は何が修行なのか全然わからなかったんですよね。飛んだ。行くぞ、激技。ナイナイジ激バット。しかしこれでは激射圧倒だ。でも足もそこだ。なんというパワー。これではドカリア隠れ場所がありません。こうなればマキマキ大回転。ドカリアも負けと必殺のドリル攻撃。激射圧倒者イワタメを蹴った。行くぞ、うん、激射圧倒者激技大乱乱弾。激射圧倒者の上半身が超高速で回った。回転には回転、必殺のスチルアタック。激激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 激ドカリア大爆発だ。ウィン。本日の巨大戦いかがでしたか。解説のメデューサーだ。ちょっとヤッヤッそんなでかいことは。ヤッヤッまた何でございますか。行くぞ。待て、東道拳に激闘者の攻撃は通用しない。うわー、そうだった。でも私たちには新しい力があるわ。はっ、行くぞ。ラン、サン。あ、銃剣武装出た。銃剣武装激エレファントーダです。銃剣武装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 さすがエレハンマー。超大ユーパーなどものともしない。ゲロゲロゲロ、こうなったら遺伝倫理超跳躍。ゲロエルカ飛んだ。この高さからの攻撃なら、なんとなんと激エレファントーダに続いて激バストーダ圧倒的です。あ、敵技戦線ダンサー。イエロイエルカ落ちた。激シャクトーダ来た。とどめだ。激技ガンガンザ。激激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 激銃剣のくせにちょっと強いじゃない。激射圧倒者いい。美しい。完璧ね。俺たち絶好調。俺の限界、それが激銃剣だと。そうよ、臨銃剣に身も心も染まらなければ強さを極めることはできない。激銃剣を消し去れ。お前の内からもこの世界からもだ。いいだろう。純粋、絶対なる力の結晶、
我が身がそうなるのなら願ってもないこと。劇獣剣と名のつくもの全てを根絶やしにする。この男に連なるものか。白虎。リオ、覚悟しておけ、激レンジャー。俺は貴様らの存在を認め、次は潰す。それがお前の道なのか。そうだ、俺の目指すものはその道の先にある。タブーの体は脂肪の塊。塊。攻撃を吸収してしまう。吸収してしまう。あ、脂肪？ちょっとメタボリックよ。だったら、そうだ。重剣武装だ。行きました。来来週。決戦。撃ったなんてどうよ。撃った、撃った、曲げた。シャッキンキン。うそー、こんなことができるなんて感激。感激を使いこなしたな、じゃあ。いけ、やめ、ちょっと待って。いけ、いけ。ジェクシャンファイヤー、激アタ。ガンダンセーバー切り。ガン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 。されちゃう。輪切りの私ってひどい、ひどいわ。テキサスファイヤー、ビン。やったー。やられたね。一気にとどめよ。引き技、ライライジュ、激レンパット。終点ベスト。いきなり激エレマントファイヤーとは、ランちゃんに何か秘策があるのかも。悪わがきはやめるっしゃ。臨機先輩戦。そんな攻撃通用しないわ。
前に撮った記念図鑑か。不良少女の経験も無駄じゃなかったのね。どっちゃくらー人気考察見覧。今度こそとどめよ。スキルファンズファイヤー敵用だ。大体判断するし。再びわしがこの臨終殿の当主だ。直ちに激凛の大乱を再開する。奇獣剣の奴らを叩き潰す。究極の臨機と臨機必ず身につけてやる。小僧、今日から貴様はわしの手駒の一つに過ぎぬ。良いな。良い、マスターマーク。一気に行くぞ。敵ファイヤー行きまった。ガンガンナックル落とし。何やの臨機ファイヤー。ナックル落としがかわされた。そこへ騎士が空中からの引っかき攻撃。騎士の素早い連続飛び攻撃にゲンファイヤー。激ファイヤーのパワーに負けてないか。あいつ超ストロングだよ。いや、戦いはこれからだ。敵が飛び回るんならこっちも。敵技ライライズ敵バット中堅武装。敵バットファイヤーハーリンジャン。激バットファイヤーの背中に大きく広がる翼。お、騎士飛んだ。激バットファイヤーも飛んだ。激バットファイヤー激バットファイヤーブーブーさん飛ぶ。激バットの拳が炸裂。騎士山の彼方に吹っ飛んだ。ちょっと待って、まさかこんなもんじゃないでしょ。激バットファイヤーウィン。あ、やりました、最強の激バットファイヤー。邪魔するぜ。兄さん、ゴーなのか。すみません、ゴーさん。すまないのは俺の方だ。さて、やるか。激闘者ウルフ、激闘者ウルフです。奇跡の中堅武装だ。レッツジャン、行くぞ。はっ。Get it!
触のデータ、激闘ジェル、激技大道門客、激闘ダブルの激技だ、最高です。やったトリケーオフ、兄さん、これが新しい激レンジャーの戦い方だね。ま、そういうこったな。こうなったのはジャンのおかげか。へへ、4人みんなでハレハレだ。マクの力は神にも匹敵する。神？そうか。うん、確か銃剣の聖地には神が住むという伝説があったな。おしゃべりなお前が黙った、それが答えだ。リオ、銃剣の聖地、銃剣郷、そこに俺の求める力がある。負けない。脳のパンチが決まった。仲間と師匠と、そして俺を応援するこの声のためにもな。猛烈なラッシュ、超素早い蹴りだ。お前の牙と爪よりも、ゴー、気合を込める、俺の拳と魂の方が。強えんだよ。ジュエンドを消すとは、劇中剣もやるものですね。少しはリオにぶつけがいもありますか。トートンレーザー。兄さん、ここは僕らに任せて。おっと、ゲッパイが腕をフルフルさせて水を弾く。ドンダーン！素晴らしい！二大巨人の連携プレー！今がチャンスだ！ああ、激闘ジェル！激技！大老の客！勝利です。激闘ジャル、激ファイヤー、リン、とどめといきますか。ファイブレードカッター。ザッ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 、おのれがデス通りの餌食にしてかれる。追ってくるのよ。ダメだ、水の中では奴らが有利だ。不利な状況でこそ光り輝く、それが俺の劇。水を切った。行きます、レイエイト、チェーンストーマキレだ、すげえ。おっ、その席を超える鍵は
操縦灯。操縦灯。銃剣創始者の力が宿りし刀。竜元教に入るにはその刀を手に入れるしかありません。愚論なやつ。うん。だが信じてみるのも一興か。若者のひよっこ銃剣使いどもがいくら束になろうともこの向こうは様には勝てぬわ。ほれほれ、はっは、立てるものなら立ってみよう。ほんとこいつキラコウスケノスケになりきっております。バカ田舎侍、普段侍が。まだまだフレフレのがっちりで頑張るんだ。こないだの行こう、怒られるか。あっと切られた。電柱、電柱でござる。リング、つるし固め。出た、つるし切り。つるし切りってあんこをさばくときにするんですよね。
メレがこんなことに詳しいのは長屋の性格で学んだのか。ほっとけ。激凛剣、激凛刀斧、奥義激激凛剣斬。ラビット対乱は俺たちの勝ちだ。激技最大爆裂。ガンダ吹っ飛んだ。とどめだぜ最大王激技大大最大斬り。これが上位の必殺技。その力はまさに神レベル。我の死は始まりに過ぎず、お前たちは本当の末様を知る。やったーやったやったやった最大王ウィン。まさかマスター方がやられた。最大王の力は剣魔王も凌駕するのか。リオ様、激凛の大乱はこの先。見えぬ。面白くなってきましたね。いよいよ。猫、みんな。命の雫は止まってるのに。肩を倒したというのに凛儀が解けないとは。マックを倒すしか。マスターたちを元に戻す方法はないのよ。負けるかよ。俺たちには最大があるな。わずかであったもの、言ったか、カタ。だが、わしら臨終殿の勝利は、微塵も揺るがん。騒ぎ、臨終家はどうなってしまうの。終わるのですよ。あなた方剣魔の役目は終わる。憎しみ、嫉妬、そして怒り、イオは全てを身につけた。お前、何なの。何を考えているの。お前のその金色の姿。そうだ、前に見たことがある。もはや剣魔から学ぶことはない。これが私から感謝の花向けです。お前はリオちゃんをどうする。リオの前にもう古き道しるべは必要ない。残る未踏の頂。三大敵ファイヤーバーディング、激感激進撃、無敵の力、無敵の形、その名は最大激ファイヤーだ。俺たちキョンキョンだ。ファイヤー最大の敵最大最終撃技
失うというのか。ありえん。信じる。絶対に。マーク、力を求め高みを目指し、そしてその頂から一度も降りることなく行ったか。やったね。楽勝っすね。みんなでとどめだ。できませんか。リアルクラッチャン敵技ドンドン剣超連連弾サラストライク終点ハリケーンスナイパーモード攻防射撃撃シュート。バカは死んでも治らない。冒険者の皆さん、必殺技を合わせましょう。了解。大聖剣斬り。レグリングオローザ。さあテクトリア。テクワザガンガンナックル落とし。決まった。究極の必殺撃技完全発射。まさか宇宙最強のこの私が。やった。劇中剣、臨終剣、冒険者の力が一つとなり、ついに宇宙拳法に勝利しました。ミッション完了。悲しき者は必ず勝ち。スーパー戦隊ウィン。とどめだ。最大お激技。大大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 大切り。最大王は俺のもんだ。力の差は誰の目にも歴然。もはや私の実況は不要です。おーいの、もう終わり。まあいいか。こんな素敵なダイヤも手に入ったことだし。あれだ。何よこれ。ただのガラス玉じゃない。あんなバカ人士どこまで間抜けられよ。とどめてここじゃん。立てるか。どーんと。ここでいきなり激爆ドジャウルフの登場だ。巨大パワーが今ここに炸裂する。レッツゴーさん。おこれだが、これで破れるわけにはいったのでごじゃ。兄さん、二人でやるのもたまにはいいね。まいったぜ、先に言われちまったな。わざ言わなくてもわかるよね。当たり前だ。行きまた大兄弟客出た。兄弟の合体技が炸裂だ。剣、とどめは頼むぜ。そうや、最大お激技大大最大斬り。嘘でこじゃる。月中剣がやまれるなんて。いかがですかメレさん、現状剣負けちゃいましたけど。別に特にあります。うわ、機嫌悪いな。最大王激抜ドジャブルウィン。ママ何やってんの。そんなやつ早くやっつけて、一緒にエッグタルト食べよう。頑張れ。了解。やあ、なんと娘の叫びが母の闘争しのぎを見覚ました。ハクの元気あっけなく破れる。バカが私の華麗な元気を打ち破ったって行くわよ。はあ、うん。
激技大大最大斬り。はっ、これ俺の必殺技。はっ、決まった、母は強し。やった、やったね、やった、やった、やった。最大王ウィン。まさに親子の絆の勝利であります。いかがですかメレさん。ハグのやつできる子だと思ってたのに期待して損したわ。うんうん、あ、そんな振らないでください。ニノさん、もうお気づきのようですね。ああ、忘れるはずがない。こいつは百個の劇を持つ男ダン。俺がシャーフーの下で劇獣剣を学んでいた頃、兄弟子だった男だ。まだまだフレフレのがっちりでいくぞ。おん、敵技ライダイズ。敵対が敵シャーフー。これは敵技が大好評です。いっけー、激シャークの体当たり、激エレファントのシュート、そして激バットの激ミサイルだ。な、突撃だ。おう、全激ビーストと最大の突進、激ビースト、全ビースト砲、そして怒涛の攻撃だ。さすがに終わりという試合。やった、見事粉砕だ。おっと、ソジョはまだやられていない。やらない、やらない、フルフルビリビリ。元のぐるぐる攻撃に激ビースト吹き込んだ。くそ、最大ガンガン撃回転した。巨大竜巻が発生、元の回転より強烈だ。そうね、だがチーター、ぐるぐる暴走、この前だ。それでは最大です。正義の拳、正しきものは必ず勝ち。ファイナルレスポンサーウィン。やった、わしわしで大勝利だ。えっ、ええ、素晴らしい、最大激闘だ。素晴らしい、絶撃ビースト。炎待ちいけど、その笑い声が熱苦しいんだ。激闘だ、大表解散。なんと、空気中の水蒸気を氷結させて敵を打ち込めた、恐るべし銃剣の神。しゃ、とどめだぜ。最大激ファイヤーバーニングだ。最大激ファイヤーだ。クリスマスにふさわしい豪華になるであります。激ファイヤーファイヤー最大特権。クリスマスイブを。わっ、私もリオ様と素敵なイブを過ごそうっと。リオ様、行け。中継見て、最大を選択。これには野望がある。自然将になってもっと強くなる。行きましょう、大大大大に。
せって言ってるのか。そうじゃ大女、最後の時に望んで息子に道を示すか。なんでなんでそんなこと言うんだよ。俺しょびしょびだ。やだやだよ、父ちゃんを倒すなんてできない。ジャン、仕方ねえ。幻獣ケイトスケのガオユ、サンギョ様の代わり来た。お前、リオ様の前立つな。リオ様の邪魔す、俺許さない。悪いな、俺はお前に長々と付き合ってやれるほど優しい男ではないんでな。リオ、三つ数えろ。お前が待つのはその間だけでいい。お前嘘言う。前苦戦したくせに勝つのは俺。ゴー、やる気ね。いいだろう、待つのを三数える間だ。リオ、元気到来し、天使天変だ。この激技はお前との友情のためにある。面白いぞ。やったー、やりました。
ちが破壊したと思い込んだ私は、サンヨという不死の組織から再生されるのです。そんな、今こそ本当の姿、本当の力を見せてあげましょう。そうだ、俺たちは知っている。これがロンの本当の姿だ。あんたには感謝してるわ。リオ様と私に道を示してくれた。ねえ、リオ様、申し訳ありません。メレは先に参ります。ああ、だが一人にはさせん。あと少しだけ待っていろ。私を破壊することはできないと何度言わせるんです。別に破壊することはないって気づいたのよ。そうさ、これから不死の身の上を呪うことになる。ロン、この技はお前を封じるために生まれたんだ。承知、これはこの技は修正奥義ドアボムだ。銃剣は正義の拳、正しき者は必ず勝つ。ロン、これが銃剣の力だ。ふざけるな、永遠の闇の中に封印するつもりか。銃の王座であるこの私を。やりやがった。参ったぜ。やったー！やったー！永遠の暗闇に人、面白いことなど一つもないじゃろうな。